シナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはスズキ GSX400 インパルスのご紹介となります。はい、こちらねカラーリングはなんとね吉村カラーにニューペイント、そしてね各所カスタムポイントもご用意しました。非常にねコンディションのいい車両です。スズキをね代表しますね、ネイキッドモデルとなっておりますのでね、非常にね今でも人気のある車両となっております。では早速フロントバリカーねご紹介していきたいと思います。はい、ヘッドランプですね。はい、こちら大きなねレンズ割れ、そしてねメッキ部分のね大きな錆不色ね、そういったところもございませんね。ウインカーこちらもね点灯による大きなレンズ割れなどございません。メーターカバーですね、こちらブラックにねカスタムされております。大きな塗装剥がれなどねございませんね。はい、フロントオークですね、こちらもね、大きな点錆オイルにじみ、そういったところもございません。はい、そしてねフェンダーですね。はい、こちら吉村カラーにニューペイント済みとなります。もちろんですがね塗装剥がれフェンダー割れ、そういったところもございませんね。はい、ホイールです。はい、ゴールドにね、ペイントされたホイールです。大きなねガリ傷や曲がりはございません。ブレーキはダブルディスクですね。サビ不色、キャリパー固着、そういったところもございませんね。はい、ではねサイドマットエンジンです。水冷の、ね、4気筒エンジンとなります。ヘッドからの、ね、大きなオイルにじみや、ね、キャブレーターからの、ね、ガソリン漏れもございませんね。ポイントカバーやクランクケース、こちらも転倒による大きな、ね、傷などありませんね。しっかり、ね、ブラックにペイントされております。そして、ね、フレームからサイドカバーにかけてです。はい、こちらも、ね、転倒による傷などは、ね、ありません。しっかりと、カスタムペイントされておりますね。はい、ステップ前です。こちらも、ね、転倒による大きな、ね、削れ曲がりはございません。はい、そして、ね、マフラーです。はい、ダブルアールズのね、マフラーとなりますね。サウンドは後ほどご紹介したいと思います。はい、リア姉妹です。フロントに引き継ぎね、ゴールドにね、しっかりとペイントされたホイールです。大きなガリ傷、曲がりはございませんね。スイングアーム、こちらも転倒によるね、大きな傷などはね、ありません。はい、ではね、リア周りです。はい、フェンダー付きでですね、オリジナル状態キープですね。レンズ割れなどね、もちろんございません。はい、シートカラーですね。はい、こちらもね吉村からしっかりとペイントされております。大きなね塗装剥がれ割れありませんね。シートです。はい、こちらもね、大きな破れ切れありません。足つきね非常に良さそうですね。はい、そしてタンクです。はい、こちらもねしっかりとペイントされております。はい、大きなへこみや傷ねございませんね。はい、タンク内ご紹介です。はい、こちらもね大きなサビ不色は出ておりませんね。はい、ではですね、エンジン始動いきたいと思います。はい、ではいきます。はい、問題ありません。マフラーオンです。でしたでしょうか。4気筒エンジンのねインパルスらしいエンジンサウンド、非常に気持ちよかったですね。ぜひねお探しの方お問い合わせをお待ちしております。